その英文のレベルで一番難しいのは大体どの辺なんでしょう。医学部、専門的なものをどこまで OK とするかによって、はいはいはい、僕は自分自身教えるときは早稲田のコースと、Because I also moved to this country not too long ago, I understand the struggles that new immigrants face. そうだな。この辺の文とかどうですか？こういう必ず各チャプターの最後に本物のレアリアが入ってるんだよね。スナップショットって言って、はいはい、これだったらちょっと Amazon レビューっぽい。ああ、そういうのを作ったわけですね。そうそうそう、実際の生活で合うような。ああ、まあ確かにこういうの読み慣れてない人多いですよね。トイックにはこういうの出るんで、レビューとかって、うん、ただ、あ、まあマーダーとかさすがに出ないんでトイックには。ああ、なるほど。あ、面白い。まあこれは確かに、あ、コンペリングも出るな、この出てたな。そう、これはまあこういうものに慣れてない人は確かに、早慶とかでもこういうのは見たことないって人は多分多いでしょうね。だから、うん、だからちょっと角度違う感じですね。そうですね、多分読めんのかな、うん、こういう単語が分かっても、そうそう、こういう感じで書かれるんだっていうのは知らないと思う、うんうん、あとこういうのはこれ学生が一人 で、ね、そう、だからちょっとトフルっぽいですかね。サンフランシスコニック。ああ、スピーキングみたいな感じですね。ロンドン生まれだった。あ、これは全然読めると思いますよ。そう、早慶の人たちだったらも簡単に読めると思いますね。僕はもちろん喋ってるやつが早いんで、読むときにやっぱりさーっていくんですけど、結構やっぱ会話苦手な人多いんで、会話問題苦手ですって人は結構、僕はやっぱ当然普通のやつより会話問題の方があっという間にスーッて読めるんですけど、こう入試の勉強しかしてない人とかは会話が遅いって人もいるので、これも意外とトライブとかもっと知ってると思ったら授業で結構知らないっつってこうメモる人とかいて、ああそうなんだって思ったりするんで。ホームジーニアスがどっか出てたな、これも今年。ホームジーニアス、ホームジーニアスも、ああ、カンシャンスとかね、これ発音重要なやつね、うん、カンシャスネスと間違いやすいやつ、ね、お茶になっちゃうですね、うん、コンシエンシャスと、そうそうそう、は変わるやつです。ちなみにその大学入試で、うん、学部とかによっても違うと思うんですけど、はい、その英文のレベルで一番難しいのは大体どの辺なんでしょう。あ、大学学部とかですか。そう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 、だからまあ僕はしょっちゅう言うのは早稲田の理工がもう専門的すぎて、はいはいはい、この間ニックね、解いてもらって、うんうん、そうですよね、ニックがもうガーッつって分からんっつって、何言ってかさっぱり分からんっつってこれまでなんか早慶って言葉よく出てきましたけど、はい、早慶の英文っていうのはその日本の大学受験の中で一番上、はい、うん、一番、まあ全体の中で一番上になる。だからあとはだから医学部、専門的なものをどこまで OK とするかによって違うんで、うん、はいはいはい、それだから専門的なものを入れたらやっぱり早稲田の理工がやっぱぶっちぎりになるんですよ、うん、じゃあもっとジェネラルな英語力をまあ見るようなだとまたそれで変わるんです。でその時系っていう、時系医大っていうのがあるんですけど、そこはもう医学部のやつでもう専門用語とかもバババババって入ってて、うん、中もないな感じでやると、で早稲田の理工も理工系のやつをドドドドドって出す感じでやるやつで、ではこのチャンネルに結構出てきてもらってるあのタイムをいつも読んでる菊池さんっていう方が読んでもその早稲田の理工のものは分からんと、何が書いてあるのか専門的すぎて意味が分からないっていう感じ で、それを取っ払って日常触れるものだったら早稲田の社学がいわゆるエコノミストとかタイムとかそういうものが出てくるんでめちゃくちゃ難しい、うん、なるほど。でその他の早慶は、まあ、それよりはちょっと下がる、うん、あの SFC とかっていうところ、ね、慶応の、はいはい、湘南のそうそうです、うん、そことかはそこよりはちょっと下がるけども、それでもやっぱ読むのは難しい。なるほど。僕は自分自身教えるときは早稲田の方と SFC のレベルっていうのを目指してやれっていうので、うん、ここの2つを倒せるレベルになれば OK、もうオンの字、大体どこでも倒せるからっていうので、そこのレベルでだから教えるものが入ってるって感じです、うん、そこには5位レベルとして、5位レベルとして、そこよりも下になったら教えないっていうのがあるんですよ、ここその O と SFC 以下のレベルを教えるときはそれらの単語を教えないっていうのがあるんです、うんうんうん、ここのレベル
の単語が入ってるっていう感じ、うん、なるほどですね、うん、左上の英文作るときに、はい、これ全部ネイティブと一緒に一から作ってるんですけど、はいはい、そのネイティブがいわゆるこうアカデミックって言ってるんで、うんうん、いわゆるその大学に、はいはいまあ、向こうで普通に学生として入学したときに、うんまあ、読むいわゆるテキストあるじゃないですか、はいまあ、あの辺で、まあ、よく見るような文構造であり、うんうんまあ、単語のレベルっていうのを、まあ、左上の文章を作っても結構イメージしてたんで、うん、だからそれよりも早慶で難しいものが出るってなると、はい、全然向こうの大学に入学してからリーディングとかすると簡単に感じるっていう感じなんですかね。どういやもう種類が違うっていうか、ね、この医学部やそう理工だともう専門的すぎてて、うん、で早稲田の社学に出てくるのは、うん、そのいわゆるネイティブたちが読むやつですね、はいはいはい、タイムとかエコノミスト、ネイティブたちが空港とかで暇つぶしに読むものなんて、うん、暇つぶしに読むものってやっぱ手応えがある感じじゃないと、教養がある人たちが読んできてるんで、うん、だから難しいっていう感じなんで、なだからまた違うんですよね。そこで、うん、まあそのやっぱ SFC とかで知っておきたい、うん、単語、ね、あじゃあ結構上ですね。そうですね、それが入って、まあ、もちろんでも基礎的なのも入ってるじゃないですか、まあうん、上のレベルだとこのページだと今パッと開いたものですけど、そうですね、アグレゲートとかですね、うん、これまあ、出たこともありますし、あ、これ経由して出てるな、アグレゲットの方で、うん、で、フィスカルとかも、これも、レストレーションとかも重要なんですよ、早慶のそんなやつだったら、もう絶対知らなきゃダメっていうのに対して、うん、でも、グロースっていう基礎なものもあるじゃないですか、うん、そうですね、成長、そうです、意外とこの深さ名詞だっていうのも盲点で、ああ、なるほどね、そういうところも結構ついてくるんです、一応ね、加算、深さ全部書いてますんで、はい、うん、両方あるとかもですね。だからそう両方あることがめっちゃ多いって、ね、そうなんですその通りです結構レベルの高いところまでをカバーしてるっていう感じだと思いますね。ありがとうございます、はい、これあの別に何にもないですから、はい、本当に今見ましたから今見て言ってますからなるほどね。例文がこうプラクティカルになってるのあるじゃないですか、はい、それはどう思いますか。あ、いいんじゃないですか。このやっぱり喋れない人多いですからね、うん、使えない人すごく多いので、そこは使えるようにっていうのは、まあ、いつも言ってることなんで、うんうんうん、まあ、僕のただ読みの授業でもそうですからね。なあ、ただ使えるようにやってほしい。そうなんだよね、まあ、普段使ってるように読めれば一番楽なんでね、英語読むときも。そうなんですよ。だから会話文読むときはスッて読める。会話とかだと逆に表現とか分かんなくて止まっちゃう人がいっぱいいるわけですよ。今日も北大の問題だとかな、ハンガーオフとかって、そんな当たり前の表現だけれども止まっちゃうわけですよ。知らないからこうやって、あ、だからどっちもやっぱり受験でも知っておく必要があるっていうことですよね。そういうことです。会話もそうです、うん、できた方が絶対いいです。はい、はい、ちなみに値段はどう思います？あ、まあ入そっか、こう2400だと結構受験生は高いって言うんですよね、うん、教育とかでも結構言うんで、うんうん、でも音声ついてるんですよ。あ、音声、ほうほうほう、あ、そうです、音声もついてて、うん、ABC ドっていうアプリ、ね、そう、はい、で音声全部ついてたらそんなに高いのかな。これらだってほら CD とか全部、まあ、CD、 これ鉄壁も CD 別でしょ。別、うん、ターゲットはどうですか。特段は音声が CD4 枚で、 CD4 枚もあるんだ、2600円。へえ、本自体は1200円。ああ、なるほど、うん、鉄壁とかもそうですもんね。デュオも音声別でしょ。ターゲットとかはダウンロードじゃなかった。だってデュオ音声 CD2940 円高いこんな人のこと言うのそうだから音声一応全部つけたんで、あ、っていうのがあるかな。アシスタントオーディオブックあるんだ。売ってる2200円する。ああ、なるほど、無料で、はい、そうそうそう、聞けるってことですね。あ、ちなみに聞きますか。はい、ナチュラルとスローがあって、はい、ああ、なるほど。でナチュラルはニックが読んでるんですよ、うんうん、まずちょっとスローから聞いてください。難関第2次ちゃんと書いてあるね。あ、書いてます、書いてますMost immigrants move to foreign countries either for better employment opportunities and income or for an improved living environment. Immigrant. Because I also moved to this country not too long ago, I understand the struggles that new immigrants face. これがスローなんですけど、スロー、おお、どれぐらいですか、スピード感的に。今までいろんな試験受けてきて、どれぐらいのスピードだと思います？トイック。トイック、こんぐらい。トイックの教材とか、大体これぐらいのスピード。これぐらいのスピード。なるほど。市販のやつ。じゃあ、ナチュラルで、ちょっと聞いていただいて。Most immigrants move to foreign countries either for better employment opportunities and income or for an improved living environment. Immigrant. Because I also moved to this country not too long ago, I understand the struggles that new immigrants face.
ああ、ね、ニックの声で、はい、ニックの声、はい、そう、はいはい、これは入試よりは早いですよね、やっぱね、入試より早い、はい、試験だとトフルぐらい、うん、英検1級か、準1はこんなに早くないですね。なるほど、じゃあ1とか、まあ、トフルぐらいですかね、トフルね、うん、うん、それぐらいのレベルだと思いますね。だからまあ受験やる人は多分スローでもちょうどいいぐらいで、そっちですね、うん、でナチュラルはまあ本当に普段の自然のスピードを話してって言ったんで、うん、それでまあ大体、なるほど、そうですね、トフルとか英検1級とかぐらいですかね、はい、はい、ぜひじゃあまあ気になった方は、ね、はい、見てみてください。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。